2012年アベンジャーズ登場なんですけど、これがですね、あのアベンジャーズって俺ドクター見てて思ったんですけど、時空超えてありとあらゆる世界観のものを一緒にしちゃうっていう強引なやり方じゃないですか。あ、まあいろんな世界観を、神も出てきちゃうし、はいはいはい、ちっちゃい人も来ちゃうっていう、はい、とりあえずそのマーベル世界にいたものは全部使いましょうって、これはあれですよね、あのアメリカっていう多様な国家、いやもう本当その通りなんです、そのまんまですよね。そうなんです。どんな宗教だろうが、どんな色だろうが、どんな大きさであろうが、とにかく協力して問題解決しないとダメだよね。そうなんです。で、そういう多様性のあるヒーローだからこそ、いろんな敵に立ち向かえるっていうのを、ということなんですよね。実際それは多分マーベルって出版社自身が意識してるんだと思うんですよ、うん、そのアメリカ人だけがアメコミ書いてるんじゃなくて、うん、今世界中の人にアメコミを書かせて、でそれで人気を得て、でしかも映画も大ヒットっていうので、やっぱりマーベルって会社自体がこの多様性を大事にしないと、うん、もう全然この牛の商売やっていけないっていうのも一つあると思います。そうですよね。だからでこれ面白いなと思ったのが、同時期に何が起こってるかっていうと、オバマ政権なんかパッとしないまんま終わっていく感じっていう中でのトランプ政権登場なので、どうしても重なってしまうこの指パッチン、メキシコいらなくねーすかーみたいなやつが、この時期のなんか気分って、これ計算してるんですかドクター。これ計算というか、うん、その今の世の中の気分っていうのを取り得ないと映画がヒットしないんで、うんうん、まあ、そうですね、そういう意味では計算っていうのは計算ですよね。いや本当にそれくらい、はい、その分かりやすさ、ツートップですよねこれね。あとそのシビルウォーでヒーローチームが分断されるっていうのは、うんうん、この前のその、はいはい、W ブッシュの時の愛国者法とかでアメリカが二分されたのを、うんうん、その、コミックの方で反映させたんですけども、うんうん、オバマ政権みたいな、なんか一見リベラルな時代を経て、うんうん、また同じような分断の時代が来たんで、うん、シビルウォーの映画化にこううまく時代があったのか、もしくはシビルを持ってきたのか分かんないですけど、うんうん、なんかすごいタイミングで会っちゃったっていう感じですよ、うん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 、いや本当にね、でまさにサノスは壁を作ろうみたいな感じですよね。そうですよね、うんうん、つまりその半分にしちゃえばいいじゃんっていう。そうです。で本当は半分に、人口半分にするんじゃなくて、うん、資源を2倍にすれば済む話じゃないですか、何でもできるんだから。そうですね、でもそれはしない。そうですね、話が面白くならないし。なるほど。これはあれなんですか、原作のサノスってもそういうこと言う人だった。初期は、うん、つまりこのサノスっていうのは、はい、エロスとタナトスの、うん、タナトスの擬人化キャラみたいな感じなんです。それはすごく分かりやすいですね。原作のインフィニティガントレットでは、うん、また別のヒーローでサノスの、うん、弟か兄貴か忘れたんですけど、エロスっていうヒーローが出てきて、そういう人戦うんです。でこのなんかエターナルズまで話が続くんですけど、うんはい、なんか今ちょっと、うん、この時は、うん、そのすごく、うん、そのオバマ政権とか時代に合ってたんですけど、そうですよね、うん、今はなんかもうちょっとなんか変なことになってるんですよね、 MCU は。変なことになってる、ちょっと先が見えない感じになってる。あ、まあ、確かにそうですね、はい。この時はトランプ政権2017年からスタートするんですけど、インフィニティウォーで絶望に、まあ、皆さん、まあ、落とされるわけですよね。みんな半分になっちゃうっていうのが翌年の18年なんでね。だこれもまさかトランプが受かるわけないよねって言ってたら、マジで受かっちゃうし壁作るって言ってるよって言って、みんなが絶望に落ちた時にあのインフィニティウォーのあの展開になっていくっていうのも完全にもうシンクロしていくという